ボートレースバトルチャンピオントーナメント決勝戦1号艇松井茂選手です。おはようございます。はい、おはようございます。すごく素朴な質問なんですが、阿弥陀シーンはいかがでしたか？いや、まあ、初体験だったんで、なんかあんまりわからない間に1と6が残ってて、はい、ちょっとドキッとしましたけども、はい、今までずっと、まあ、悪い悪く聞くことが多かったので、はい、良かったと思いました。良かったです。はい、1号艇取りました。さあ、船足なんですけども、どういう感じでここまで来ているんでしょうか？いいと思ったんで、まあ、納得して、特に、まあ、短期決戦の、まあ、一走勝負が多かったんで、はい、まあ、この節はレースに集中する方向で、はい、臨みました。いいというのはいろんな要素がありますけども、どの要素をとってもいいんだという？僕はあまり細かく言わないんですけども、はい、いいか悪いかというか、まあ、その程度のコメントしかしないんですけども、そうですね、いい時は自信を持って言うてるつもりです。はい、さて、スタートの感じもその中に入っていますか？まあ、はい、そうですね、はい、はい、さあ、こうしてですね、決勝戦1号艇になりました。ファンの皆さんは注目です。一言お願いいたします。はい、いい緊張感を持って全力で頑張ります。応援お願いします。1号艇松井茂選手です。ありがとうございます。おはようございます。まずはこの舞台に戻ってまいりました。はい、初日に、天志郎選手と話をしました。はい、まあ、激励もらったんですけども、はい、このシリーズの自分の戦いぶり、内容はどうですか？はい、またここに戻ってくれてほっとします。船足的にはどうでしょうか？しっかりとした船足になっていると思います。しっかりとした船足、それはいわゆる足の強さも操縦性もというところ？そうですね、はい、しっかりとゾーンに入って、自分の中では納得してます。もう微調整という感じでいいんでしょうかね？そうですね、毎日天候が変わるので、気候が変わるので、それにしっかりと合わせる調整だけだと思います。地元の水面、スタート感はどこまでどうでしょう？まあ、今節 前節もそうなんですけど、はい、自分の中ではすごく難しくて、なかなかこう苦労してるなという感じです。これが4回目の大会なんですが、まだ、はい、連覇の選手はおりません。はい、初日は防衛という言葉を天志郎選手は使ってました。はい、それの意気込みというのは？はい、まあ、チャンスは僕だけなので、まあ、できれば、まあ、一番ベストですけど、はい、ベストを尽くすだけです。はい、ファンの皆さんに一言お願いします。はい、早朝からたくさんご来場ありがとうございます。最終レースまでボートレースで約楽しんでください。応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。ここまで走ってきました短期決戦ですけども、船足はどうですか？船足は中堅ぐらいだと思います。中堅ぐらい、はい、じゃあすごくいいというところはあまりない？バランスが取れてターンはしやすいです。ターンのしやすさっていうのは、自分の思ったところにこう船が行くような感じも？そうですね、その辺はしっかりしてると思います。足の強さという点は特に抜き出てるわけではないということでしょう？そうですね、足はもう本当に中堅ぐらいだと思います。今日はどういうことを考えて調整整備を行いますか？まあ、回転を少し、上げる方向で一回調整してみたいと思います。コース取りだと思います。まあ、3コース近辺から行きたいと思います。スタート感どうでしょうか？スタートは昨日ぐらいから、だんだん合ってきているので、しっかり行きたいと思います。ファンの皆様に一言お願いします。はい、精一杯頑張ります。お待ちください。ありがとうございます。昨日どうですか？4号艇となりました。はい、昨日4号艇でガッツポーズしてましたが、はい、なんかするしかないかなと思ってしまいました。はい、ありがとうございました。どうでしょうか、自分の納得度というのは話について？そうですね、まあ、全体的に水準ぐらいあるので、まあ、レースしにくくはないかなと思います。はい、つまり、操縦性はある程度ある？そうですね、はい、そこは大事な部分？まあ、レースに行って大事な部分なので、はい、まあ、なんとかしぶとく走れてるのかなと思いますけども。はい、船足のプラスアルファは当然考えますか？そうですね、まあ、乗りながら調整していきたいと思ってます。本節のスタートがいかがでしょうか？もうちょっと突っ込まないといけないんですけど、まあ、そんなに関東はずれてないです。ファンの皆さんにお願いします。はい、精一杯しております。午前の方よろしくお願いします。ありがとうございます。しぶとい競争でここまで来ました。船足はどうでしょう、水準は？水準は、まあ、あまり高くはないです。実はやっぱりちょっと
納得度は低めであるということ。あ、全く納得はできてないです。全くできてない、はい。どうしましょう、今日は考えることはいろいろあると思いますか。そうですね、上積みを図ってインスピレーションで、はい、やりたいと思います。本体整備もありうるということ。まあもうすでにしてるんで、はい、少しずつ、はい、はい。いわゆる勝負の整備ということになりましょう。スタート感どうでしょうか。まあ、いける範囲で行ってますが、見えてるわけでもないです。コースが気になるという声もあります。はい。今どういうふうに。あ、特に何も考えてないです。もう水面出てその時の状況でということ。いや、まあ自分の足色もありますし、はい、自分がいいレースできるところから行きたいと思っています。ファンの皆様に一言お願いします。はい、最後まで、ベストを尽くします。はい、ありがとうございます。すいません、もうファンの皆様はじめみんなが思っていることが、コースはどうなんだろうという声があります。出方も勝負です。これ今具体的に行こうということは言うことはないわけですね。全くないです。ないですね。はい、普段はどうでしょうか。まあ何ぐらいで、十分だと思います。つまり自分の中ではレースはできる水準。そうですね、内寄りからしかレースしてないんで、うん、何とも言えないですけど、まあ大丈夫だと思います。スタート感はそうすると、これコース次第ですけども、まあその時その時でということになるんでしょうかね。まあ練習見てもらえれば多分大丈夫。はい、ぜひですね、レース前のその試験練習を見ていただきたいと思います。コースは今の同じの通りです。ファンの皆様に一言お願いします。はい、セットアップします。どうぞ。改めて紹介いたします。選手は切り捨てがいます。プレミアム G ラン第4回ボートレースバトルチャンピオントーナメント決勝戦、1号艇松井茂選手、2号艇丸野和樹選手、3号艇上条信隆選手、4号艇桐生純平選手、5号艇深谷智弘選手、6号艇寺浩二選手です。皆様の大きな拍手でも